This could be good for me.ね、仮想通貨 XRP リップルのチャート分析をさせていただきたいなと思います。現在時刻ですけども8月3日午前10時4分 YouTube 録画しております。まずアメリカ市場の振り返りなんですけども、ニューヨークダウが402ドル安ということで大幅に下げてきております。それからナスダックがこちらも下げておりまして20ポイント安、それから先物もマイナス15ですね。それから日経先物も同じくマイナス15という形になっております。それからオイルなんですけども、こちらが 94.06 でこじっかりといった感じですかね。それから金先物、こちらはちょっと下落になっておりまして 0.87% 下落になっております。それから反対に上がっているものがですね、ビックス指数、恐れを表すような指数なんですが、これが 23.93 まで上がってきてまして 4.7% 上昇しております。それから日経平均なんですけども、今日は反発スタートということで、まあ、円安とかが交換されているような感じになっているようですね。ビットコインとかイーサーはどんな感じなのかですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ビットコインの方もですね、ちょっと安定した動きを取り戻してきた感じで300万は上回っています。300万、4万円ぐらいですかね、304万2千円ぐらいですか、今動いているという状況になってきてますので、非常にまあ昨日に比べると安定しているのかなという感じを受けます。それからイーサの方も同じく21万2千まで戻してきているなという形なんですけども、ちょっとチャートの形はねあまり良くないので、ちょっと下向きにどちらもなっているような感じなんで、ちょっと反転してくれるようにね、願いたいなと思うんですけど、ちょっとどうなるか、これから今日しっかり見ていきたいと思っております。それから今日のリプルは MACD、RSI などを使ってしっかり見ていきますので、最後までご覧になっていただければと思っております。はい、こちらが本日のリプルなんですけども 48.9 ということで、ちょっと安定した動きなんですけども、ちょっと下向きにねチャートがなっているのが気になるようなところがありますけども、まあ、気になるのはこの上髭ですね。52円までに出た上髭がちょっとですねレジスタンスを意識しているような感じがあるので、52円がちょっと一旦のレジスタンスかなというふうに捉えていますので、買っていける可能性はあるけど、そこからどうなるかですね。マクリーなども、こちら上向きになってきてますので、ちょっと価格は安定してくるような状況かと思われます。それから RSI なんですけど、こちらは40の方に近づいているので、まあ寝頃感も出てきたのかなという感じはあるのかもしれませんが、マックリーがね上抜けたのがちょっと好材料かなと思っているので、ここから52円の方まで上がってこれるチャンスは十二分にあるのかなと思っております。でそれね、直近の動きですね見ていきますと、 49.6 ぐらいからだいたい 53.9 ぐらい、この中で動くんじゃないかなと思っております。通常であればですね。でそれから弱い時はですね 49.6 から 45.2 か3ぐらいですかね、このあたりぐらいまで下がってしまうという感じで、まあ、でその45からだいたい52ぐらいで動くんじゃないかなというのが、まあ、大きく見ていくと値段のねこの行き先なんじゃないかなと思ってます。45から52ぐらいですね。で直近見ていくとチャート的にはちょっと 45.3 の方に一回底打ちしてから上がっていくんじゃないかなっていうふうに見ていますので、 60% ぐらいは 45.3 の方に向かっていってしまうというふうに考えております。マックリーなどはね上がってるんですけども、一旦ちょっとここで上がって一旦下がっていくんじゃないかなと思ってるんですけどね、ちょっと一旦押し目を作って利確をこなしてから上がっていくという感じで、まあ、52円にまた再トライなんじゃないかなというふうには思ってるんですけども、まあ、一番いいのはここからねしっかり上がっていくのが一番いいんですけども、まあ、状況的には 45.3 の方に行く確率が少し 50% 以上はあるんじゃないかなと見ております。はい、ということで今回のリップルのチャート分析はいかがだったでしょうか。チャンネル登録まだの方、ぜひねこの機会にしていただきまして、見逃さないように一つしていただければと思っております。はい、ということで今回もリップルのチャート分析最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。